緑一式とは、麻雀における役の一つ。役満だけを使って上がった時に成立する。袋しても良い。その名が示す通り、手配すべてを緑色で統一した、数量型である。使用できるパイワーの6種に限られる。したがって7統一型では作れない。の順庫で、地位が可能である。大抵の場合袋して、数量に向かうことになるが、 自配系の役満にも劣らぬ派手な袋になって少なからず警戒されることもある。最終型が高め、安めのある形になることもあり、町や町などで安めに出た場合は、ただの根一色になってしまう落差の激しい役でもある。難易度は高いものの理論上は四暗項、四項子との複合があり得る。同じ六種限定の役満には清志郎等があるが、 緑一色と清白党を比較した場合の頻度の差についての詳細は、清白党を参照のこと。元々の中国ルール、日本ルールには存在せず、アメリカ西海岸で考案され逆輸入された役である。緑一色という名称も、英名のオールグリーンを訳したもので、そのままカタカナでオールグリーンと別称されることもある。古くは、全緑、総緑とも呼ばれた。 また、一説には、潜水艦が先行すると機関内の照明が、緑の蛍光灯になることから考案された役とも、言われている。なお、アメリカ発祥の役はこの他に7統一がある。ルールによっては、お統一、または、国史で使うことを、緑一色の必須条件としている場合がある。そもそも緑一色が日本に入ってきた当初はが、必須で、のみで構成された手は単なる弾球。 新一色として取り扱っていた。現在でも伝統的なルールを踏襲して、なし緑一色を緑一色として認めないルールがある。緑一色が日本に持ち込まれた当時、得点の上限は漫画だった。ありの緑一色は当時から漫画役として扱われていたが、のない形でも新一色と、段球の複合により数え漫画になった。 つまりが含まれようと含まれまいと得点は変わらないため、わざわざなしの形を漫画役と定義しておく必要がなかった。ところが、その後点数体系がどんどんインフレ化してゆき、単野を新一色の価値が相対的に下がってくると、を含まない形も緑一色として認めるようになり、現在ではの有無を問わないルールの方が一般的になっている。逆に、 を使わないという条件を課した方が使える廃種が腰となり難易度が上がるため、なし緑一色をダブル薬満とするケースもある。中国麻雀では、緑一色は最高位の88点薬に設定されているが、複合薬を加算する結果、なし緑一色の方があり緑一色よりも価値が高くなっている。すなわち、ありの場合は、緑一色に根一色で、 計94点だが、なしの場合は、緑一式に、真一色と、断用が加算されて、計114点となる。なお、比較的よく知られたローカル役番である、一式四重にとっては、唯一の複合化のお役である。また、そうなった場合は、緑一式の構成するパイの種類が、最小の4種になる。パイ姿は門前であれば4枚使いによるに平行の、断球。 新一色もしくは混一色となる。緑一色が確定しているケースだめと、安めがあるケース変則待ちのケースのない、ケースマージャンクイズなどで何を切っても、100万確定の超配となる、パイ姿を作れという問題が出されることがある。正解は大きく分けて2つあるが、一つが緑一色に絡んだ数のパイ姿である。なお、 もう一つは世に吉数が絡んだパイ姿であり、数がその一例であるが、数パイの部分は、投資を形成していれば何でも構わない。ありがとうございます。